隠れ亀は、波中高亀目,目、ビ首亀か隠れ亀属に分類される亀。本種のみで隠れ亀属を構成する。オーストラリア最大高長40.3センチメートル。第1、C パ板は、第2、C パ板と同じ横幅か、もしくは、第1、C パ板が幅広い。廃校の色彩は、褐色や暗褐色。復興は小型で、細長い。 左右の喉甲板の間にある甲板は小型で、左右の肩甲板は接する。復興の色彩は灰色や炭鉱色。頭部はやや小型で、下顎に牙状の突起が左右に一つずつある。目には窓科膜の痕跡がある。頸部は短い。甲子の爪のある跡は5本。装排室口にある袋状の器官がやや発達するが、この器官を用いて、 ガス交換を行いほとんど空気呼吸を行わない。早瀬亀ほどではなく空気呼吸を行う。尾は長く、が和変する。種小名マクルーデュースは、古代ギリシャ語で、長い世の意。妖体は、廃校が上から見ると円形で、C パ板に筋状の盛り上がりがある。円パ板の公園が、ノコギリ状に尖る。成長に伴い廃校は細長くなり、 C パ板のキールや円パ板の突起も消失する。オスは尾が太い上に非常に長く、最大で好調の70%に達する。1961年頃にはペットとしてオーストラリア国内で飼育か繁殖個体とされる幼体が流通しているのが発見されていたものの、1990年代に、 ブリスベン周辺での分布が確認されるまで約30年間も分布が不明な未記載種だった。俗名、イラッセルは未発見の気づかれないのいで修正や前述の未記載種だったことに由来する。ヘビクビガメ家内ではハヤセガメ属に最も近縁とされる。岩や流木の多い流れの緩やかな河川に生息する。半水性でしばしば日光浴のために上陸する。 食生は雑食で、水生植物や藻類、二枚貝などを食べる。分布が限定的で、元も々ともとの生息数も少ないと考えられている。上流域での土砂採取による水質汚濁で食物が減少しており、影響が懸念されている。ありがとうございます。